歌詞を計算機歌詞をひたちモバイルコミュニケーションズひたち、製作所歌詞をひたちモバイルコミュニケーションズ、日本電機歌詞をひたち、モバイルコミュニケーションズ株式会社歌詞をひたち、モバイルコミュニケーションズは、かつて歌詞を計算機とひたち製作所のブランドの携帯電話の開発、供給を主に言っていた合弁会社である。単に歌詞をひたちと呼ばれることも多かった。 2010年6月1日に日本電機の携帯電話端末事業を会社分割して設立された NEC カシオモバイルコミュニケーションズに吸収合併され同社の事業となった。カシオ日立と NEC の携帯電話端末事業を手掛けるモバイルターミナル事業本部が2010年6月以降より事業統合し新会社 NEC カシオモバイルコミュニケーションズを設立する。 統合スキームとして2009年12月22日に NEC の全額出資会社が設立され、2010年5月1日に NEC の端末事業を九州分割し、6月1日にカシオ日立が九州合併される形で統合作業が完了している。これにより、大石カシオ日立社長は NEC カシオの代表権のある専務に就任した。 2010年6月の増資後は、資本金50億円となり、出資比率は NEC が70.74%、カシオが20.00%、日立が9.26%となり、NEC の連結子会社、カシオの持ち分法適用会社となる。取締役は NEC より6名、カシオより2名。すでに両社は、ソフトバンクモバイル向け端末において、協業体制をとっており、 au をはじめ cdma 2000向けを主とするカシオ日立と ntt ドコモなど wcdma 向けを主とする nec との技術の一体化による開発力強化を目指す統合後早期に国内シェア主義を目指し2012年度に海外と合わせて1200万台の販売を目標にする2011年にはこの事業統合を象徴する形でカシオブランドで ドコモ向けに CA-01C が NEC ブランドで AU 向けに IS11N が発売されたが現在ではドコモ向けは NEC ブランド AU 向けはカシオブランドというそれぞれの発売前と同じ状態に戻っているさらに前者は名義が AU 向けのカシオブランド端末のようなカシオ計算機株式会社ではなく NEC ブランドと 同じ、NEC カシオモバイルコミュニケーションズ株式会社であったことからもわかる通り、ドコモでも、NEC カシオでも事実上、NEC ブランド扱いだった。KDDI、沖縄セルラー電話連合 CDMA1、XCDMA1XWIM2004 年2005年2006年2007年、W53CA2008 年2009年2010年、 ソフトバンク 3G2008 年2009年ありがとうございます。